愛を深いナステ、どうも皆様、本日はこちら町田の方にございます、緑川真知子さんのお店 M スタジオさんに来ております。イエーイ。本日はイベントで歌わせていただきましたが、今日は本当にありがとうございました。はい、素敵な歌声を聴かせていただいて、すごく皆さん若々しく変えられました、はい、若くなりかなってびっくりしました。ちょっと心配してくださって道が分かるかなと電話かけてくださったじゃないですか、はいはい、んで僕ドアの前まで来て、こう入った途端にお店のこと聞いてたんで、すごいたくさんの方々がもう満員でいらっしゃって、1回ドア閉じました。すぐあれこれ今入ってタイミング入って大丈夫なのかなと思って、でも、最初はこう緑川さんとこう川の流れのようにを、コラボさせていただいたんですけど、ちなみにお店はもういつぐらいからやるんですか？もう10年ぐらいですね。今10年になるんです、はい、でもほら何も出してないから、はい、看板も出してないから、はい、意外と分かりづらくて、来る方がもう決まってるんだけどね、はい、でもまあ駅近ですから、うん、いいかなと思ってますのでね、ぜひとも。そうだった、うん、ちなみに緑川さんも歌手はとしてこうデビューされてもどれくらいの、デビューは5年前なんですけど、はい、ずっとやってなくて、はい、去年の8月からやっとこんな初めて、そうだったんですね。呼んでいただいて歌わせていただいてすごく嬉しかったです。そうですか、よかったね。またぜひよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました。今日はどうも緑川真知子さんでした。イエーイ。はい、本日共演させていただきました加賀美由紀さん、はい、はい、今日はありがとうございました。こちらこそお世話になりました。楽しかったね。さっきちょうどブルーのドレスだったんですけど、ごめんなさい、もう着替えてる後でございましたけど、さっきこうステージで聞いたんですけど、10月29日に加賀さんの、リサイタルがあるというのをお聞きしたので、はい、ちょっとお会いできるの楽しみにしております。私も楽しみにしております。ぜひ皆さん加賀美由紀さんで、はい、検索してみてください、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。はい、本日、司会そしてこちら緑川さんにもこうおつなぎしていただいた、朝帰り朝太郎さんです。すごい今日オレンジの衣装で、そうなんですよ、ね、すごいですね。慌ててね、あなたが来るということで、はい、慌てて美容院に行って染めたんです。あ、そうなんですね。そしてね、はい、正吾さんに巻き回りとして金髪に染めたんです、はい。もういやもうライトでまたさらにこう磨きがかかって、でも朝帰りさんとは本当にお会いさせていただいて、そのイベントの時もそうなんですけど、ものすごく気にかけていただいてて、本当にいつもありがとうございます。いいえ、こちらこそ。本当に嬉しいです。今日も本当に朝帰りさんのおかげで、こうやってイベントで出演させていただけることになりまして、またこう10月29日です。ちなみにその場所って、場所っていうのはね、相模原駅前にある、はいはい、シャネルっていう、ね、ナイトクラブなんです。ナイトクラブ、そこで80名ほど入れるんですけど、まあ50名ぐらいでやりたいなと。本日、はい、共演させていただきました緑川真知子さんも、あ、緑川真知子さん、加賀美由紀さんも、そうです、この3人の方は決定ですよね。もう楽しみ、僕もこう出させていただけるという、もちろんもちろん、すごい楽しみですね。そうです。で、はい、もう思いっきり暴れてほしいでしょ。いいんですか。そうなんです。でも汗びっしょになるぐらい。そうそうそう、おー、もうぜひ。もう今日もね、すごいもう名司会で、僕もなんかこう自然と楽しませていただきました。もうニコニコさせていただきながら、また今後ともよろしくお願いします。よろしく、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。できる限り応援したいと思ってますので、ありがとうございます。皆さんもぜひ本間翔も応援してください、はい、よろしくお願いします、はい、司会の時は朝帰り太郎さんをぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。君はいつも夢